佐賀は主に中世アイスランドで成立したコノルド語による三文作品群の総称。同時代に書かれたエッダしがゲルマン民族の神話や英雄伝説を題材にしているのに対し、佐賀はノルウェーやアイスランドで起きた出来事を題材にしたものが多いことに特徴があり、約200点が現代に伝わっている。展示でフィクションにおいて、 一家一門の物語を壮大に描く長編の女児小説やファンタジー作品、女児史的映画などがサーガと呼ばれたり、そのようなタイトルを称することがある。サガはコアイスランド語のセグから派生した言葉であり、語られたもの、語り物、物語を意味する。ほとんどのサガは著者不明で、執筆期間はアイスランドで、独自の民主性が置かれていた。 いわゆるアイスランド共和国時代の後期である12世紀から13世紀とされる。それ以降に書かれた作品は、大陸の騎士道ロマンスやおとぎ話の模倣が多くなり、それらは通例佐賀に含まれない。多くの佐賀は3分のみで書かれているが、スカルド詩人などを主人公とする佐賀には、陰文のスカルド詩が挿入されているものもある。全体の長さは作品によって大きく異なり、 ニャールの佐賀のように現代の漢本で数百ページに及ぶものもあれば、アイスランド人の書のように数十ページで終わるものもある。比較的短い作品には、サトルと呼ばれ、佐賀から区別されるものがある。サトルは日本では通例、話と訳される。佐賀が扱う内容は、歴代のノルウェー王の伝記、アイスランドの植民とキリスト教家の歴史、島民のいさかいと裁判、 古代ゲルマン民族の伝説など多岐にわたる。各種の佐賀は伝統的に主題をもとに王の佐賀、司教の佐賀、アイスランド人の佐賀、古代の佐賀の4つに分類される。ただし、この分類に収まらない佐賀や、複数の分野にまたがる佐賀も多い。以上の分類の他にも様々な分類方法があり、例えば北欧文学者の谷口幸夫によると、 宗教的学問的差が王の差がアイスランド人の差が伝説の差がの4つに分けている。アメリカ大百科事典では、歴史的差が神話的差がロマンス佐賀の3分類が取られている。ありがとうございます。